ティーティーダダンダンダダンダダンダダ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 最近はどんな人生を送ってるプラスちゃん、なんか不満とかありますか？最近の不満はな、俺クレジットカードのな、不正利用されたね、20万で止められて、でもそれから、あ、もう分かった、俺ペイペイ使おうって思って、今後今ペイペイをもうどこででも使ってんねんけど、今ね、それのイライラするポイントがマナーモードにしてても決済した瞬間にピン、ペイペイって言ってくるとこペイペイ、もうそれやったらまださピンとかにしてくれたら分かんない。今日はちょっと真面目な企画というか、なるほど、日本の人って結構外国人を東京に連れてきた時にそんなことってある？いや、あるやん、外国の友達が日本に来ましたっていう時。あ、なるほどね、まあ、とにかく日本の人は日本の東京の地下鉄っていうのを見せたがんねんやったら、日本の地下鉄ってもうこんなうじゃうじゃしててすごいやん。ああ、もうなんか細かくて、もう乗り換えの電車とかも線がいっぱいあるっていう。そうだから一緒に地下鉄とか乗ってる時になんかチラチラと どう日本の地下鉄とか言ってくるねん。あ、って言われたことあるの？言ってくること。え、じゃあちょっと、どう？なんか地下鉄どう思う？すごくない？やばくない？うん、すごいと思う。だってすっごいも乗り換えとかもやばいね。ねえ、蜘蛛の巣みたいね。っていう感じの反応をしてんねんけど。あ、そういう感じ。これな、あの多分な、ロシア人以外は日本の地下鉄オーマイガーっていう感じだと思うねんけど、あ、ロシア人はな、地下鉄に感動せえへんねんな、これ。日本の地下鉄の複雑さに感動しない。なんでかっていうと、モスクワの地下鉄もすごいから。すごいってか、やばい、やばい。まあ同じようにもう蜘蛛の巣みたいになってるっていうのはもちろんそうやねんけども、モスクワの地下鉄って国宝扱いされてて、もう世界で一番まず深いんだよね、うん、で核戦争とかになった時にモスクワ市民全部を格納して何ヶ月間か生きれるようになってて、要は核シェルターの役割をしてんのよ。すごいね。そうで、その何ヶ月も住んでもストレスがたまらんように天井が高くて、で芸術の作品とかもいざっていう時に守れるように、ある程度のすごい芸術作品をもう地下鉄にも展示してんねん。ブラッシュちょっと待って、こんなさ、ロシアの国家機密を話しちゃって大丈夫なの？まあ大丈夫でしょう、それはもう普通に言われてることやから。なんか写真とかあると思うから、写真ちょっと出してこうって。お願いします。そうそうそう、こちらになります。ピヨン、もうこんな感じ。もうすごいから、だからあんまりね、日本の地下鉄来ても感動しないんでね、うん、日本の地下鉄に乗ってて感動してないやつがいたら、まあロシア人だと思ったり。で今日は何の動画かっていうと、日本の地下鉄というか不思議なところっていうのを、そんなになかなか日本の地下鉄には驚かへんねんけど、その複雑さだったりとか改札の仕組みだったりとか、そんなに驚くことはないねんけど、そんなロシア人でも日本の地下鉄で驚くことがあるから、日本の地下鉄の不思議なことっていうのをちょっと話していこうかなって思う。イエーイ。どんなことがあれちゃう、電車乗ってて不思議。なんかもう一応びっくりするの、携帯、携帯喋ってはいけないっていう。あ、マナー系ね、うん、マナーがちょっと日本は異常にすごい多い、多いよね、細かい。うん、確かに電話しちゃいけませんみたいな空気感すごいよね。すごい、だってなんか電話するとすっごい見られるやん。ちょっと例えば出て、ちょっと後で書き直すわっていうぐらい。でもなんかあれなんでやろうね、まあ、ロシアに限らず結構ほとんどの国ってみんなあれをすごいっていう感じなのよ。で何も不思議では、なんならビデオ通話とかしてたり、あとなんかSiriでなんか検索をしてたりとか、結構音を発するっていうことはそんなに問題はないんよね。それすっごい良くないってされるよね。ねえ、なんなんやろ、なんでなん、それブラスちゃんわかる？わかる。
なんか日本の人の言い分いわくな、会話してんのと一緒やんかって、友達とペチャペチャ喋ってるのと、うん、でそれイライラせえへん、なんで電話でイライラすんのっていうのを聞くと、片方だけ要は会話の内容がなんか分からへんから、一人で喋ってる内容がもう何の話やねんっていう風に気になって余計イライラする。え、それさ、なんか盗み聞きしてるってこと？だからそうそうそう、普段からもう盗み聞きをなしてる癖ができてるからやでって思え。あ、なるほどね。それ盗み、それでイライラするんやったらさ、なんかイヤホンとかで音楽聴いたらいいやんと思うけどな。どっちかっていうと日本の考え方って、公共の乗り物に乗るからには、あ、なるべく人に迷惑をかけないようにしなければならないっていうのが日本の考え方で、外国の考え方だと公共の乗り物に乗るんやからいろいろ我慢しないといけないっていう考え方で、価値観も置くところが違うというか。でもあと思ったんが、その日本と海外ってさ、電車の重さが違うくて、走ってる時に異常に海外の方がうるさい気がする。ゴトンゴトンガトンガトン、それでだから喋ってても、もう叫んでてももう一緒聞こえへんみたいな。なんか電車が静かやからこそ余計に電車すごい静かムカつくんか。じゃあまあもうちょっと日本の電車うるさくしてもらっても、音楽かけたら音楽かけたらあ、電車の中ラスビトリアボリクルーシーパーツリーとマミナクリコー。例えばね、赤ちゃんが泣いたりとかすると、やっぱ日本って結構こう、すいませんみたいな感じになるのを見てるとかわいそうやなって。ロシアやったらもうみんなうるさいから、赤ちゃんとか泣いてても当たり前、もう仕方がないみたいな空気感はあるから、もうそれはもうマナーのいい環境にいすぎるがために、ちょっとしたことが我慢できなくなってる事象やと思うわ。あとマナーで言うとな、どう化粧とかする人、電車で。あ、化粧する人は女性としてちょっとどうかなと思うんだよね。こうみんなに見られながらの、こうなんかこんなん、こんなんとかしてやってるやん。うん、もうそれはあれちゃんとしてはちょっと NG。 ちょっと女性としてもうちょっとなんか、多分それがイライラするポイントって、あれちゃんは自分が電車でメイクすることはできひんタイプやんか、絶対にできない。でもそうや、そのなんか堂々としてる様、なんかちょっと羨ましいみたいな。なんでやねん最初から来て、もうなんか急にクリームから塗り出してその手はどうすんねんなっていうのがあるからな。本当に最初から始める人っているやんかそれって私の中では、なんかご飯食べたりお酒飲んだりしてるレベル一緒になっちゃうのよ。座りながらこうスルメを食ってビール飲んでるとかさ、うん、てか酒飲むやつなんなん。お酒飲むやつはちょっと許せへんねんな俺も。あ、お酒あかん。あかん。こぼれたりとかするのも怖いだけではなくて、酔っ払ったりして吐くやろすぐみんな。百発百中で炭酸ものやねん。あー、酎ハイとかね。炭酸もの飲んでるやつって確実にな途中で明らかにお前ゲップして鼻から今出したやろみたいな状態をね、もうついついやってんねん。いやいや、言ってる感じ。いやいや、わかる。そう、それが嫌まあメイクするやつ食べるやつはあんま良くないわそこは。あともう一回衝撃的やったのが、おっさんがなんか、なんか出したよ。ディー、それだ、あ、剃ってる人いる。それ初めて朝そうって。剃ってる人いる。でもこれだけやったらまだええよ、まだええねんけど、で、まあかんねんけど、これ終わった後ティ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 、わかる。ヒゲを床に落としたよ。マジ？おわーお、うわー、あー、いやー、でもそれは衝撃だね。うん、個人的に一番電車で最近許せへんのは、通り抜けするやつ。電車の通り抜けって例えばどういうこと？車両と車両やね。車両と車両の間に津波目があって、うん、乗った車両からこう、え、すいませんとかって言いながらどんどん行くみたいな。いる？だって通り抜ける必要ある？多分ね、もうあのなんか乗り換えするときにこっちの方が近いけど、その乗ってきたときに電車に遅れて乗ってきたからギリギリ。じゃあ我慢して、それは到着してから出て行け。俺あの車両の津波目もうなんか閉じ込めてほしい。鍵とかけてほしいもん。鍵かけてほしいの、うん、そんなに？すみませんとか言ってるんやったらいいで。当然の権利のようにさ、歩いてくんねん。こう自分扉の前おるやん、うん、で扉の鍵ここな、うん、で、まあ、気づいてなんかこう開けてくれるんだろうっていう感じやけど、こっちは気づかへんふりをすんねん、ムカつくから。で、その、うん、そしたらなんか痛い痛いってやってくん、痛い痛い痛い、やってくんねん。これ
これ、ね、今ので思い出したけど、降りる時がやばいやん。日本ってマナーがいいからその電車開けてくれるやん、うん、通路とか、うん、こう出てくれたりとかして、うんうん、そのみんながこう出てからまたもう一度入り直すみたいなことするやんか、うんうん、おばちゃんとかがふわっつってこう出ていくのがあって、ね、すごいなんか吹っ飛んじゃうのよ。なんかカバンとかつけてるともうすごいのよ。もう飛ばされる勢いで出てくる人とかもいる。まあまあちょっとこれなになにただ単に普段ムカつく話に変わってきたロシア人が驚いたことじゃなくなってる